まあでも本当にその囲い君もまあね、当時会った時20代前半で、まあ今もう20代後半になって、まあ当時のそのまあ自分と比べてね、今のこう若い選手っていうのがこうどう変わったのかとか、その辺で今言ってくれたみたいに、やっぱ当時の自分たちよりも全然やっぱ違うのかな、今の若い選手って。の方が考えてると思いますね。うん、っていうのも、まあ近くの選手だったら、徳良選手だったり、うん、まあ、もっとこう世界的に有名な選手だったら本田圭佑選手だったり、うんうん、とかやっぱりこう違うサッカー以外のことでも頑張ってるっていうのがみんなの認識としてあるじゃないですか、うんうん、なおかつ好きなことをやってるっていう、うんうん、やっぱり選手からしたらああいうのっていいなって思いますし、うんうん、誰でサッカーがおろそかになってたら何もみんな思わないと思いますけど、うん、本当にサッカーもプロフェッショナルでやってて違うこともできるんだぞっていうのを示してくれてると思うんで、うん、そういうのが若い時から当たり前にこう報道されたり SNS で発信されたりしてるから、うんうん、今の若い子はそういうところに目が行くんかなって思ってます。だから先輩の行動がだから昔に比べて少しずつ変わってきて刺激を受けてる、いい刺激を受けてるってことなのかな、今の若い選手っていうのは。そうだと思います。まあその、うん、リーグ自体のまあ、お金の話になりますけど、昔は多分サッカーしてれば一生生きていけるぐらいの額を稼げたと思うんですよね、まあ、日本がバブルだった時代とかも含めると。また今はそうじゃなくて J リーグの裾っていうか、まあ、底辺土台を見るとプロ選手ってかなりいると思うんですよ。 そうだね、うんうん、だからそこでもサッカーだけで一生分稼ぐって本当に一握りいるかいないかぐらいで、そうだね、でこの状況になって分かるようにやっぱりまだまだ脆い組織だと思うんで、リーグ1年やれないだけで潰れちゃうとかいう話になる時点で、うんうん、そうなるっていうのはやっぱり選手自身も自覚しないといけないし、うん、もっともっと強固な組織にするためにはやっぱサッカーも頑張らないといけないですけど、そういうところを理解してプレーするっていうのは年齢関係なく大事だとは思ってます。相当だからまあこの J リーグのね歴史考えても30年弱ぐらいでかなりやっぱ変化をねしてきてて、まあ僕もそのね創設期からずっと J リーグ見て、まあ本当にカズさんとかラモスだとかっていうところに憧れてサッカーし始めて、本当にね当時はもうこうやってガーってカズがやってもうピカーンみたいな、まああれが J リーグでうわーって憧れて、まあ本当に六本木とかでこう派手に飲んで高級車乗ってね、ブワーっていうのがまあ J リーガーだったから、そのまあ僕たち世代がまあ J リーガーになった時はやっぱそれを憧れてきたから、それをこう暮らしとして表現するっていうことがまああったと思うんやけど、まあ今言ってくれたみたいに、じゃあここ最近にね J3 っていうカテゴリーができて J3 まで J リーガーってなった時に、じゃあ本当に J3 でねサッカーの給料だけで生活できてる人ってどれぐらいいんのってなった時に、ね、全員がそうじゃなくなって、でも、うん、まあ、いい意味やっぱ底上げできて、底上げできたっていう捉え方もあるけど、まあ、悪い意味で言うと、まあ、下が伸びてしまったがゆえに、今までだったら、じゃあもう JFL に行くんだったら、地域リーグに行くんだったら引退しようと思ってたところが、まあ、J3 でもまだサッカーできるからやろうっていう風に、まあ、少しこの下が広がったことによって、まあ、サッカーできる環境が増えたっていう意味もあれば、サッカーでご飯が食べれないけどサッカーを続けるっていう、まあね、こう、まあ、やめ時を失ってしまった人も中にはいるんじゃないのかなとか思ってて。そうですね。だからそこがまあ、いいところと悪いところと、その時代の変化もまあ含めて、まあ今の若い選手も、どこで自分はじゃあね、もうスパッとやめたらいいんだろうとかっていうのを、まあ、当時の昔のね J2 までのカテゴリーとかそれこそその収入の時とかなり状況変わってきたんじゃないかなっていうふうに僕も思うんですけど、はい、まあ、実際そういう選手も周りにいっぱいいるし、 J3 でやったりまだ ね、 ね地域リーグに落ちてまでもやってる人たちも見てるから、はい、うん、まあちょっと良し悪しはあるよね非常に、はい、そうですね、うん、まだ近くの選手だと福光選手とかは、あ、その裾が広がったおかげでここまで来た選手だと僕は思うんですよ、うんうん、まあ、もちろんあいつの努力が一番すごいんですけど、うんうん、広がってなければ J3 もなくてまずそこに上がるっていうタイミングもなかったと思うんで、うんうん、で今あいつはもうサッカーだけでも現時点は暮らせるような選手まで上り詰めてるんで、う
うん、そういう選手が、まあ、神戸の藤本選手もそうですけど、うんうん、いるっていうのも事実なんで、うんうん、小田さんが言うようにこういい悪いっていうのは言えないですけど、うん、まあ、どっちにしろこう先のことまで考えてやってた方がいいし、自覚持ってやってた方がいいっていうのは確かなことだと思うんで、うんうんうん、もうちょっとこう選手自身も考えるタイミングかなとは思います。まあ、それこそ最近囲い選手のインスタライブで権田選手と喋ってるのを僕も見させてもらってたんですけど、まあ、こう権田選手が、ね、指導者にも自分は行くんじゃないのかなって、まあ、思ってるけど、なんかそのお金のために指導者やるっていうのはなんか違うと思ってるっていう話をしてたのはすごい印象的で、そうですね、まあ、さっき、ね、囲い君が言った話、その学校教育とかに自分が、まあ、投資したいみたいなところもまあ似てる、そのための収入が必要だってさっきも言ってくれたと思うんやけど、まあ、その考えもすごい似てるなと思ってて、まあ、やっぱその、ね、やりたいけど、まあ、お金のためにやるのとやりたいからやるっていうのも違うと思うし、その目的のための、ね、仕事と手段のための仕事、お金のための仕事と、ね、やりたいからやるっていうのもまた違うと思うし、その辺も含めてその権田選手が、ね、座っててでも生活できるような状況を作ってまあ、指導者やりたいみたいな、やっぱすごいこう考えてるなっていうのをまあ印象としてまあ受けたんですけど、まあ、すごいね、身近な先輩、FC 東京時代からね、身近に一緒にいた先輩だと思うから、まあ、さすがリテラシーの高い2人の会話は面白いなと思って、こっそり聞いてたんですけど。あの時も没頭しすぎてコメントあんまり読んでないですからね。俺コメントしてないけど。刺激を受けました。うん、まあいい話をしてくれてたよね。はい、うん、いや、ああいうこう考えやっぱしっかりしてる先輩の話を聞くと、うんうんうん、やっぱりこう少しの、まあ、1時間程度の会話だけでもいろんな発見があるんで、うんうん、やっぱこう人との関わりっていうのは、まあ、今関わりづらい状況ですけど、うん、こういう状況でも大切にしていかないと、まあ、進化していかないというか発展していかないなっていうのは、うん、思ってますし、うんうん、こうやっぱ寂しいですよね、こうやってね、人と会えないっていうのがね、画面上で会えてもやっぱりね、同じ空気吸えないのは寂しいよね。そうですね、まあ、その J リーグのまあこう脆さみたいなの、まあ、すごい印象的だったんだけど、はい、まあ、ある意味その J リーグっていうスポーツビジネス自体もさっき囲井くんが言ってくれたようにやっぱりこう考えないと、まあ、これってぶっちゃけ普通に会社経営してる僕自身も一緒で、今多分世の中に存在してるいろんな会社が本当にその経営存続のためじゃないけど、ね、いろんな自分たちのそのビジネススタイルっていうのを変化させないと、急激に変化させないと本当に会社が潰れちゃうっていう会社っていっぱい今存在してると思うんやけど、もうこれって J リーグも一緒だと思ってて、でその中で言うとやっぱそのスポーツエンターテインメント、まあ、スポーツビジネス、まあ、そういうプロスポーツっていうのって、なんだろう。まあ、やっぱそのリアルっていうものが一番の売りで、観客に人が集まって、ファンが応援してくれて、その目の前でプレーをして、で、そこに、まあ、スポンサーがついて、広告価値がついて、スポンサーがついて、まあ、マネタイズしているっていうのがスポーツエンターテインメントだと思って、で、それをこうやって人に会えない、集まっちゃダメってなって、た時に、じゃあスポーツエンターテインメントとしてどういう価値を創造するのっていうのを、まあ、それこそ J リーグとかそういう日本のスポーツ自体が考えるいい機会だなと思ってて、その辺って、まあ、例えば NBA とか、まあ、メジャーリーグとかこうアメリカのやっぱスポーツって僕はまあ逆に言うと早いなと思ってるのが、例えばまあ今から新しくできるこうスタジアムとかってめちゃくちゃでかいスタジアムとかを逆に作ってなかったりするよね、アメリカのスタジアムとか。で、それなんでなのかっていうと、例えばじゃあ、まあ、国立競技場とかもそういうね、日本の大きいところでもやっぱり7万、8万、9万とかね、それぐらいのクラスがまあ入る競技場を作ってるけど、じゃあその7万人入る競技場に、じゃあ1万人とか、J2 とかだったら8000人とか、っていう規模の観客がいたときに、やっぱりすごいこうスカスカな試合って、今でもかっこいい君でも経験してると思うんやけど、まあ、選手自体もモチベーション下がるし、会場の雰囲気も少しこう落ちるやんか。
そうですね。でそれがまあ逆に言うと2万人のキャパシティのスタジアムが1万5000人入ってたら、あの満席に見えると思うよね。うん、うん、だからまあ逆にその2万人しか入らないスタジアムでちゃんと2万人を埋めて、で結局それをまあダゾンだとかなんね、今こう放映権っていうので J リーグを稼いでると思うんやけど、まあ、そういったところではそこに集まってる人以外の人たちに見てもらうことに、そこからも要は広告収益っていうのを上げることができるのがスポーツエンターテインメントだと思うから、要はそのオンラインの広告収入とオフラインのそのリアルな場所での広告収入っていうのをしっかりこう切り分けて、なんだろう、マネタイズしていかないといけないのが、まあ、僕も日本のスポーツエンターテインメントだと思ってて、でそれでまあ極端な話でいくと、じゃあ無観客試合をして0人の中でもオンラインの広告収益だけでビジネスが成り立ってるんだったら、今の J リーグでも無観客で僕はやればいいと思うのね。でも結局今1試合やらないことによって、じゃあその広告収入だとか、その観客のチケット代だとか、まあ、そういった収益で、じゃあ億レベルのね、1試合単位で億レベルの売り上げを損失するっていうのがやっぱり今の J リーグのまあ実情だから、じゃあそのマネタイズの仕組み自体もまあリーグとか、まあ、その日本のスポーツ全般が考えるいい機会なんじゃないのかなとか思っててね。まあ、それって大きな枠組みなんだけど、でその中から、まあ、Jリーガーという一個人がそれこそ、じゃあプレーする場を失った時に自分の価値表現する場を失っちゃうんだったら、それこそ弱者になっちゃうから、じゃあ今のそういうプレーできない状況で自分の価値をまた発信する方法とか、それこそじゃあ別に J リーガー以外の収入源っていうのが今持っているっていうのも、すごい今持っている人は強みに感じてるだろうし、今持ってない人はすごい不安に感じてるだろうし、っていうのもこう連動して僕は考えないといけないことなんじゃないかなと思ってて、そこのチャレンジをなんかこう今後はね見ていきたいなと思ってるんですけど、まあ、でもこの悪いタイミングの作り方ですけど、コロナっていうのはよくはないと思うんですけど、これがあったことでこう、まあ、選手はみんな分かってると思うんですけど、まあ、現状単年契約とかっていう選手は多分優先的にじゃないですけど、真っ先にこう給料カットされたり解雇されたりの対象になるって誰もが思ってるんですよね、今話すと。そこになるっていうのは多分今年の初めには誰も思ってなかったことですし、そういうこう現実がすぐそこに来てるって感じた時に、やっぱり人間だから次どうやって生きていくために稼ごうとかを、家族のためにどういう行動しようっていうのはもう肌で感じると思うんですよね、みんなが。だから多分これが収束して普通にリーグ始まったとしても、いつ終わってもおかしくないというか、今までは怪我のリスクはありましたけど、チームがなくなるはありましたけど、こういう本当の危機でチーム自体消滅するだったり、うん、本当にもう物理的にスポーツができないとかいうのを、まあ、言ったらほとんど今まで引退した人って感じないままの人が多かったと思うんですよね、うんうん、こういう現状を経験した人が少ないから、うん、今の選手はこう、まあ、ポジティブに捉えると早い段階で経験できた分考えないといけないっていう思考が生まれたと思うんで、まあ、0が1になるだけでも全然違うと思いますし、だからまあそういう行動になっていけば、まあ、サッカー界の流れというか意識も選手だけじゃなくそれに携わる人みんな変わっていくんじゃないかなっていうのは個人的には期待してます。素晴らしいコメントですね、相変わらず。いやまあ、いや本当に結構考えてるんですよね最近。すごいね、なんか久しぶりに真面目な話したけど、ちょっとまたレベル上がったな思って今。いやまあでも、そうそう、頭でっかじゃない、ちょっとこうおおらかに考えないといけないところあるんですけど。いや素晴らしい、そこまで考えてる人はなかなかいないと思うし、まあでもほんまに僕も同じようにやっぱねビジネスしてるから考えて、なんかまあ奥さんと喋ってて普通にこう自分で思ったのが、まあ僕って、まあ、今年32は1988年に生まれてて、1988年でバブル崩壊してるんですよね、89年かな、でバブル崩壊のタイミングに生まれて、で2008年にリーマンショックがあって、
で今年2020年にコロナショックがあって、多分その規模の経済ショックを人生でまだ32年しか生きてないのに、その時代を生き抜いてきた僕らってある意味すごいと思うよね。だってなんだろう、経済成長ね、そのバブル時代とか感じてなくて、もうバブル崩壊して下がって、やっとまた頑張ったけど、またリーマンショックでゴーンって落ちて、でまたね経済回復しよう、安倍政権でね物価上昇 2% 目指そうよとか言ってるこの最中にコロナショックドーンで、オリンピックもねできないだなんだっていう、どこまで我々に試練を与えるんだっていうぐらいの時代に生まれてきて、その時にまさにこれなんですよ、雑草倒しもうこれしかないですよ、這い上がらないとっていう、這い上がる、どんだけ踏み潰されてもやっぱ這い上がる、このメンタリティというか、はい、まあ、経験ってやっぱすごい人を強くさせるし、まあ、それは今、はい、箱井くんが言ってくれたように、もうプラスに捉える以外何でもないというか、まあ、僕ももともと雑草だから別に、なんだろう、下がるところがなんかないから、どんな状況であれ上がるしかないと思ったら、めちゃくちゃハッピー野郎で入れるんやけど、今でもめちゃくちゃポジティブだし、僕なんかもうワクワクしてるし、このコロナの状況で、なんだろう、何できんのかなとか、こういう、じゃあ対談もできんのかなとか、例えばチャレンジして、これも新しいから面白いなとか、そういう、今だからこそ得れる発見とか日々あるから、僕はめちゃくちゃワクワクしてるんやけど、ある意味だから僕らってそれをこう強みに変えていかないといけない時代に生まれてきたんだなっていうふうにはすごい実感してる ね僕自身も、近くにいる人を引っ張っていくっていうのも大事だと思います、うん、そうだね、ネガティブになる人もいると思うんで、まあ、小沢さんもかなりこうフォロワーとかもいて影響力があると思うんですけど、一緒にこう発信することでみんなを幸せにじゃないですけど、みんなでやっぱり登っていった方が全員楽しいと思うんで、そうだね、取り残される人がいるから、ああいう批判とか生まれたりとか、変な雰囲気になったりとかすると思うんで、まあ、全員がこう幸せになるのが一番いいと思うんで、そうだね、まあ、そういうなんていうんですかね、こう全体を意識しての言動っていうのは、今の立ち位置からするとかなり意識してます、まあ、そうだね、世間がそういう流れっていうのもあると思うんですけど、まあ、僕が言うまであれだね、はい、インスタグラムやってなかった人とは思えないよね。そうっすね、だからもうやっててよかったなって今思ってますよ。あそこでやってなかったら今も発信するツールないし、ね、どのタイミングで始めてんだってなってもおかしくなかったんで、ね、よかったね、あのタイミングでオフィシャルアカウントね立ち上げてて、ね、まだ1年経ってないですからね。でもね、フォロワーもちゃんと増えてきたし、ね、インスタライブも使いこなしてる、かっこよく見たら成長したな思って見てたんやけど、どうやってやるんですかみたいなね。まだあんま分かってないですけどね。まあちょっとずつやりながらって感じですかね。まあ今日のなんか締めじゃないけど、なんか今後のその箱井くん自身のまあサッカー選手としてのビジョンだとか、まあ将来的なビジョンなんかも含めてなんか聞けたらいいなと思って聞かせてほしいんやけど。そうですね。まあ将来的なビジョンは自分の中で 100% 固まってるわけじゃなくて、いろいろ幅広く見ながら、まだまだ若いと思ってるんで、いろいろ吸収して付け加えていきたいなっていう、しっかり足し算していきたいなって思うんですけど、まあ、現状一番近いところから言うと、早く収束させてコロナを、早くこうみんなを楽しませれるサッカーっていうものを提供できるように、あとまあやるだけじゃダメだと思うんで、これだけ皆さんを我慢させた分、本当に全員がプロとしての素晴らしいプレーをしないといけないと思ってるんで、これだけの準備期間があるんで、そこに、そこもポジティブにいいイメージを持ちながら常に全力で取り組んでいきたいなとは毎日思ってます。ありがとうございます。何すか今の。ありがとうございます。うん、大丈夫、いい感じ。今日は、松本山雅のゴールキーパー小池健太郎選手とオンライン対談をさせていただきました。まあ、ちょっと長くて長い動画になっちゃったかもしれないんですけど、時間ある時とかにいい話結構できたと思うんで、見てほしいですね。見てほしいですね、せっかく話したんで、はい、この動画は過去いオフィシャル YouTube チャンネルの方でもアップされるとのことなんで。いや、持ってないです、チャンネル。あ、持ってないの。今からじゃあチャンネル解説ね、多分かこいくんのことはしてくれると思うんで、これはまずオザズチャンネルの方で
アップしてますんでね、ぜひ、はい、チャンネル登録と、いいねとコメント、あとかっこいい選手への応援メッセージを、お待ちしてますんで、ぜひ見てください。じゃあ今日は小井選手ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、お願いします。バイバイ。